どなたですか？ドンギツネだ。いつからそこに？彼方昔からだ。痛い。とでも言うと思ったか？いえ。気にするな。厚みで防ぐ。おお、大したものですね。厚みを超えて最高。ドンベ史上で最も極厚なお揚げ。おや、ここは？最強を目指すには最強の相手が必要だ。行け。いや、最強ドンベ。もしや最強ドンベと戦う自己鍛錬ですか？指先のしなやかさ、どっしりとした腰、この構えは極太うどん。従来比約 120% アップの極太中の極太麺。この極太を前に一般の人間は食らわずにはいられないという。止まらない。たわき。ドンギツネさん、ダシの激流を笑顔で泳いでいるカツオサバトビウオも圧倒する速さ。カツオ節、昆布、サバ、シックスパックで6種の汗出しを体現しているって。すっとすごい。香るぜ。これは七味だ。それもただの七味ではない。280年以上続く老舗八幡屋磯五郎の特製柚子七味唐辛子。あの人はよそ見をするな。最強を喰らえ。厚みあるお揚げ、コシのある麺、奥行きのあるだし、香る七味、揚げ、麺、だし、七味、すべてが主役級。最強どん兵衛発売中。サイアンド強。